浮かんでのポジション見渡す世界には。はい、皆さんこんにちは、ボルピーヒトです。久しぶりのトーク番組をしたいと思います。今時の女子大生は何するということで企画を組んでみました。奈良女子大学の現役女子大生にワロクラボに来ていただきました。イエーイ。宮本さん、寺田さん、よろしくお願いします。お願いします、はい、それではね、皆さんも気になる女子大生の日常を今から聞いていきたいと思います。宮本さんと寺田さんは奈良にある、国立の大学ですよね。国立の女子大ってね、全国で2つしかないらしいですね。お茶の水とない7城。なんで奈良に来たのか質問で、はい、私はお茶城を受けるか迷ってたんですけれども、オープンキャンパスとかで一番雰囲気が良かったのが奈良城だったので、一番自分に合うなと思って、私は一人暮らしができるっていう距離がでちょうど良かったのが奈良城だったので、オープンキャンパスにただそれだけでそういう時は奈良がすごい顔とかだいぶ素晴らしいけど、そういう風に言うんですよ。それは後でお話しします。あ、そうそうあ、よかった。はい、そういうことです。はい、奈良にその県外から来ていただいたっていうことなんですけども、奈良ってね、どんなとこかっていうのをちょっと大仏と市会会でそれを封じられると厳しいじゃないですかね。美術館、博物館がめちゃくちゃ身近っていうのがありますね。ちなみに行きました？この数年間。行きました、行きました。何回？1回とかですね。そんな競争行ってもね、毎年行ってます。実は私行ったことないんですよ。そうなんですか。美術館は行ったことないんで今その言うんですけど、はい、私は割と徒歩圏内を行動範囲みたいにしてるんですけれども、結構商店街とかがちゃんと生きてて、私の地元とかだったら割とシャッター街とかで寂れた寂しい感じが多いんですけれども、この奈良市内であれば結構その小さいお店とかでにぎわいがあって、それはすごい地元が生きてるって感じで活力があって魅力だなって思ってますね。でもね、奈良のそのお店って結構閉まるのが早いよね。そうですね、本当にもうなんか日が暮れたら閉まってるから結構ました。私24時間営業じゃないマクドを初めて見た。そうだからね、皆さんこれをご覧の視聴者の皆さん、ぜひね、奈良に来たら遅くまで遊んでいただいて、ちょっと時間延長していただいて。奈良は泊まる人がいないから早く閉まっちゃうっていうのがあれなので、もっと宿泊客が増えればいいんですけどね。私たちも助かるよね、夜遅くまで。だいたいね、イベントやるときってね、夜やりたいんですけど、あんまり遅かったらね、なかなかね、皆さん来ないみたいな。この集まりだみんな寝ちゃってるかもしれない。次の質問に行きたいと思います。2人ともね、国立の大学に入ったってことで、高校の時ね、どれぐらい勉強したかっていう先が多分すごい話が出るので、私が先に高校にいる間しか勉強しませんでした。私は結構あの時は勉強してて、8時間ぐらい勉強すると国立の女子大に入れるみたいなので、皆さんぜひね、頑張って勉強してください。そんなに勉強してというか、将来何になりたいんですかね。私、お金持ちになりたい。お金持ちになりたい。IT 系の仕事。そうですね。そうですね。勉強してるのも IT 系なんで。あ、本当に。ちょうど本当にそういう分野です。今からの時代を進んでいくお金持ちになります。ああ、頑張ってぜひ。なんか聞くところによると、なんか工業系の学部みたいなのが増えたんですよね。なんか今年から工学部が女子大初の工学部で、だいぶ注目が集まってますけど。そうね、そこは先端大学ってあるんですよ。山中教授とかね、いらっしゃったみたいで、なんかね、こう連携してね、奈良を盛り上げていただければね、いいと思うんですよね。はい、これからね、将来を背負っていかれるんで、頑張っていただきたいと思います。もう休日って皆さん何されてますか？友達とショッピング、最近も行って、一緒に飲みに。で歩いて、あと美術館とかも使ってますよ。なるほどね。奈良パンとかイオン。奈良パンも行きますし、だから高野原イオンに映画を見に行きます。高野原イオンは京都のね、京都も3個あります。あそこも半分はならずだな。半分ならない京都のものだから。はい、じゃあ次のね質問に行ってみたいと思います。聞くところによると何かね特殊な同好会に入られてるっていうことなんですけども、何の同好会でしょうか。奈良城の知る人を知る同好会、古代衣装同好会という同好会に入っております。古代衣装同好会株式会社。会社の新しい取締役。それはどういったことを具体的にするんですかね。基本的には天平衣装っていう奈良の奈良時代の。代表的な、ね、衣装を着てで奈良のお祭りに参加しているっていうのが主な活動ですね。やり始めたきっかけっていうのはちょっと一人ずつお願いしたいんですけども、もともとなんか古代衣装とか平安時代の服とかそういうのに興味があったんで、それが着れるんだったらもう全部ひもないみたいな感じで入りました。私もその奈良城に合格が決まってそのほとんど一緒なんですけど同期はねどうなんですけど、そうですよね。今4回だったの。今4回ですね。ずっと一緒になってきてね、部長までずっと代表取締役とかいる。そうですよ、代表取締役ですよ。2人で会社にして同好会を。でも本当に一緒で、その合格が決まってからどんなサークルとか部活に入ろうかなっていうので、その SNS とかチェックしてたら、あ、すごいこんな、なんか奈良でしかできないようなものが、サークル、らしいものがあるんだっていうので、すごい楽しそうだなと思って、目をつけて。それは社長に勧誘されたわけじゃないよね。あ、そうです、本当に。社長。なるほど。平なんで。私元は平ぶんですね。同好会の魅力っていうのは何かちょっと教えてもらいたいんですけども。魅力、いややっぱりもっと衣装を着るとなるとヘアセットまでかっちりやってもらうので、やっぱ自分がもう天平人になりきって、ちょっと所作とか振る舞いもちょっと気をつけてみたりとか、なりきってしまえるっていうのが魅力ですね。あとはもう、お祭り自体も、いや、なんて言うんでしょう、フェスっていうなんか騒がしい感じのところに一緒に入って、結構一緒に写真撮ってくださいとか言われるのが楽しくて、そういうところが魅力です。なんかこのね、私服の下に何か仕込んでるようなことなんか先ほどちらっと聞いたみたいなんですけど、ちょっとね、なんでしょうね、皆さん。なんでしょうね、見せちゃうんですか。宮本はちゃんとこの後着るってことはいいですよ。はい。この後ちゃんとお見せするんですけど、その下準備として。これは一体。これ捨ててこです。捨ててこ。今日ね撮影って言ったのにね捨ててこ入ってくるんですよ。ああね、そういうね。いやいやいや、これがいいんですよ。普段はわかないよね、捨ててこっていうのね。上がちゃんとしてるからちゃんとこれで隠せるんで、蚊にもやられないしね。さっきね、蚊にめっちゃやられてた。足もすごいことしてる。それではね、せっかくね今日お二人に来てもらったんで、視聴者の皆さんもぜひ見たいと思うんですけども、今からね天平衣装に着替えてもらって、それをちょっとね見せていただこうかなって思いますので、よろしくお願いします。せーの、今から着替えます。はい、こちらが天平衣装を着た姿になります。本当は髪の毛ちゃんと言って、お化粧もちゃんとして、天女の頃みたいにヒレというものをつけた状態っていうのが本当の姿っていうことになるんですけれども、違うですね。また今回ワロップさんと古代衣装同好会がコラボさせていただくってことで、ライブにちょっと一緒に出演させていただくことになりました。で、その際に完成形は見られる、お見せできると思いますので、ぜひご覧ください。ご覧ください。くるっと回してみます。こんな感じです。天平衣装の魅力、少しは伝わったでしょうか。伝わったら嬉しいです。そしたら今日はですねこんな感じで、奈良女子大学の、宮本さんと寺田さんに来ていただきまして、学生の日常は何をしてるかっていうのをねちょっとお聞きして、彼女たちはこういった衣装を着てね、イベントとか出て、いろいろ活動してるっていうことで、青春をね楽しんでいただいてるということで、ということで今日はこんな感じで、ワルプチャンネル、終わりたいと思います。皆さんのチャンネル登録の方またよろしくお願いします。せーのでワロック。